どうもみなさん、こんにちは。です今日いですね、えー、コメントでですね、えー、ラボのあげるね、優先順位をですね、教えてくださいというコメントがありましたので、えー、まあ、コメントありがとうございます。まあ、今回紹介していきたいと思います。まあ、今回ですね、まあ、一応、その基本的な、ちょっと待ってくださいね、基本的な、あのー、この10種、10種類がまあ揃っているという条件でも話していきたいんですけども、えー、レベルのね、順番を調べっていきたいと思います。まあ、そうですね、やっぱり、 あのタウンホールにもよるんですけどもやはりジャイヒーをメインに使う方であったら確実にジャイアントとヒーラーはまあ当たり前ですけどねですけども、まあ、基本的に攻めるやつとしては自分個人的にはアーチャーですねアーチャーが一番先にアップグレードしたいナンバーワンですね なぜかというと、やはりその遠距離攻撃なので、あの壁の中にある防衛施設だったりを攻撃することができるので、アーチャーがやっぱ一番だと思います。はい。そして二番目に来るのが、そうですね、やっぱり、ターンホール6とか7、8のあたりは、やはりそのジャイヒーで攻めるってことが非常に結構重要になってくるので、まあ、クラン対戦などでも。なので、ジャイアントとヒーラー、そしてウィザードが入ってきます。ウィザードはなんでかっていうと、やはりジャイヒーのね、後ろに。 ジャイアントをおとりにして、まあ、その後ろからウィザードで順々焼くということができるのでそうですねやはりこの次に来るのがやはりこの3種だと思いますそして次に来るのがやはりタウンホール67878になったらもう基本的にゴブリンは使わないんですよなぜかっていうと別に資源っていうのは別にもうアーチャーで言うホンアーチャーなんですよ資源とかも基本的にアーチャーで やるんでしかもやはりゴブリンはやっぱその迫撃砲でね一発で死んじゃうので、まあ、レベルが高ければなのでゴブリンはほんと重視しませんよ自分的にそしてバーバリアンなんですけどもう、まあ、バーバリアンはあのーまあ、レベル5レベル6になると本当に耐久度が全然めっちゃ上がるのでやはりバーバリアンは上げたいところでありますねですけれども重戦順位はほんと中盤ぐらいですかね1番目アーチャー2番目にジャイアントヒーラーウィザード 3番目に、3番目に、そうですね。バーバリアンスかね。で、4番目にはウォールブレイカーですね。ウォールブレイカー、なぜでウォールブレイカーかっていうと、やっぱりその、まあ、ジャイアントの道確保。ですけども、前のね、アップデートのあの、AI の変更によって、まあ、他の動画で紹介したんですけれども、あのウィズ、えー、ウォールブレイカーがちょっと以前に比べてちょっと難しくなっね、使い方がちょっと、 難しくなってしまったというか、そういうのがあるので、まあ、まあ、そちらの動画をまあ見てください。なので、ボールブレーカーはちょっと下がりますかね。個人的に。そして、ドラゴンなんですけども、ドラゴンはレベル1からレベル4までしか存在しないんですよ。でですね、ターンホール8でウィザードで、あウィザードじゃない、ドラゴンレベル、まあ、3にできるんですけども、 基本的にドラゴンをやはりターンホール8に上げたときに、ドラゴンをレベル1のまんまでターンホール上げちゃったっていう方も多いと思うんですよ。なぜならば、レベル1ですごい強いんですよ。あの耐久力と攻撃力、そして対空ユニット、空中ユニットということで、まあ、あんまりその攻撃対象はないということでね。なので、ドラゴンは基本的に上げなくていいんですけど、上げたら強いよっていうレベルで取られてくれればいいかなと思います。そして、ペッカ、ペッカは、あの、おそらくですけど、ターンホール8、 の時点でペッカ使ってくる人まずいないですしまあ、自分も使いませんけども、もロマンを追求したい方だけ使ってもらえればいいと思います。はい、そうですね。はいまあ、そうですね。そしてバルーンバルーンはあのターンホールまあ、8でまあ、レベル5まで上げられるんですけどもまあ、バルーンラッシュバルーン40体の編成とかはすごいま強いですね。バルーン40体にレイジ3発。 をぶち込めば、もう基本的にまあ全開できるんですけども、時間とコストがすごいかかるので、うん、そんな優先順位は低くない、あ、高くないですね。なのでま、まとめると、1番アーチャー、2番ジャイアントヒーラー、ウィザード、3番目に、まあそうですね、バーバリアン、4番目にウォールブレイカー、まあ、3番目にウォールブレイカーと、まあバーバリアンぐらいですかね。そして、次にあげたいのはドラゴンですね。 その次に、まあ、ゴブリンとペッカが来るっていう感じです。まあ、呪文に関しては、あの、あげられるだけあげたいと方がいいと思います。タウンホール7で、やっぱり、あのー、バーバリアンキングを作りたい人は、やはりその、ライトニングの呪文が結構必須になってきたりするので、やっぱりライトニングを上げたいところでありますね。そして、レイジの、レイジとヒーリングは、やはり、もう、ジャイヒーにとっての、まあ、その、ジャイヒーを使う方の、もう、メインとなる、 呪文だと思うので、邪ひをめっちゃ使う方は、もうこの2個も優先してあげたいところですね。まあ、モンスターと邪ひだから2番目ぐらいにあげたいところですね、やっぱり。そしてまあ、ダークエリクサーは基本的にダークエリクサーそんなたまらないので、まあ、あげるのはまあ、別にお好みでいいです。まあ、基本的にまあ今回は、基本的なね、五、えー、種の基本種、基本10種の、まあ、えー、まあ編成というか、えー、まあ、その、順番でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。 まあねあねの本当ユニットはねすごい重要なんでねご一緒あれだしは。